さあ両チームの選手がピッチへと入ってきました。画面右側、上下紺のユニフォームがホームの鹿児島ユナイテッド。2022明治安田生命 J3 リーグ第5節、鹿児島ユナイテッド FC 対藤枝前 FC の一戦、今試合が始まりました。中原、浮かせたボール、ロメロフランク、抜け出せるかどうか。ボールをキープする、前を向く、切り返す、クロスボールが入る、シュート、決まった、ボレーシュート、有田光希、2試合連続ゴール、鹿児島先制。待っていたのは背番号9、有田光希、今シーズン3点目。豪快にゴールネットを揺らしてみせました。その鈴木潤にプレスをかけて、有田がボールをキープする、一つ下げて木村、五稜、前向く、左足のシュート、一旦下げて内山、プレスに行くのは9番の有田光希、今日先制ゴール。選手を剥がして鈴木潤、フリーで土井を狙っていく、オフサイドフラッグありません。さあ土井フリーだ、シュート、ポストを叩く、まだある、シュート、バーの上。ああ、そして11番五稜純喜に変えて8番の牛の浜拓がスタンバイをしています。去年5月の天皇杯予選で右膝の前十字靭帯損傷の重傷を負った牛の浜、アウトサイドにかけてスペースを使う、この位置に走り込んだのは20番の遠藤。さあ遠藤、グランダーのクロス、米沢、山本のシュートは、さあカウンター、ゴールマウスが空いている、鹿児島のカウンターになる、懸命に選手が下がる、そしてこのシュートが決まる、決定的な2得点目。米沢瑠衣、今シーズン3ゴール目、無人のゴールネットを揺らして見せました。のゴールに米沢瑠衣、今シーズン3ゴール目。米沢は第3節以来、もう試合時間は残りわずか。さあ主審が笛を加える、ここで長いホイッスル、得点は2対0、ホームの鹿児島、今シーズン初めてのクリーンシート。